この番組はスクウェア・エニックスの提供でお送りします。スターラジオーシャンアナムネシス。改めまして中村です。マビアガチャです。ゲームでこの間スパロボの新しいのが発表されて、スパロボついにこう俺の大好きな、マシン雄伝渡るが来ましたね。渡る参戦する、まあ渡るの多分見てる感じ1だから、はい、俺が一番傑作だと思ったのは2だから、あれなんだけど、なんかね、ここまでずっとしばらくスパロボに出続けてて、渡るが出る時にだけ俺出てないっていうね。ああ、そうだ、今回、賛成してないっすね。今回はそう、多分俺出てるやつ、賛成してない。前回もね、新録はしてなくて、ダブルオートが出てたんだけど、転用だったんだね。なんだけど、今回は多分、普通に何もいなかったと思う。いなかったっけな、本当にいなかったっけな。普通にいなかったと思うから。マジか、ちょいちょい中村さんって出てるから、いるような気がしてる。細かくね、なんかいろいろいるんだけどね。確かにいないか。そうなのよ。今回、渡ると一緒にナディアも参戦するじゃないですか。出るね。いや、びっくりしちゃって。ナディア自体はでも映ってないよね。あんま PV で見たのなんかデモ船長だったけど。そう、ナディア自体出てきてないんですよ。そこ気になってて。ナディアって見たことないのよ。え？スパロボ行ける口なのあれ。普通に考えたら無理っす。ああ、そうなんだ。まずロボットアニメじゃないんで、ナディアって。潜水艦でしょあれ。潜水艦ノーチラス号で、まあいろいろあるんですよ。ブルーウォーターっていう、まあ飛行石みたいなのがあるんですけど、そういうのを巡る話なんですけど、まあ敵方に3人組の、ずっこけ3人組みたいなのがいて、毎回面白メカみたいなのを襲ってきたりするんですよ。それが戦う。多分それが味方になんのかなって予想はしてるんですけど、あと、なんでナディアと一緒にエヴァじゃないんだろうってちょっと不思議に思いますよね。ガイナで。そうですね。エヴァはさすがにネタがないんじゃない？まあ確かにそうですけど。一個の映画に対してスパロボ何作作れんだみたいな感じになるから、次のエヴァやってくれないとネタがないんじゃないの？出すネタが。本当ですね。完全に前のと同じのが出てきちゃうんじゃない？ナディアは見てほしいですね、中村さんに。あ、そう。いや、面白いですよ。俺が、いくつの時だっけあれ、小中に上がったぐらいの時に、やっぱ周りの、そのアニメ誌とかではすごい席巻してたね。それでしょうね。ヒットでしたもん、ナディア。そうなんだ。だから、最近のスパロボは何が起きるかわからんなと。渡るだって、正直参戦するとは。そうだね。渡る、できなくないけど、いろいろありますからね。で、渡る行けるんなら、今後もっと行けそうな。ものも増えるだろうし、それこそね、続編じゃないけどさ、そのシリーズに近いようなグランゾート。はいはいはい。もね、いけるだろうし、あっちの方が俺はスパロボには向いてると思うんだけど。ああ、確かにそうっすね。うん、グランゾートの方ね。なかなかそっちも難しいけど、やっぱり勇者シリーズのどれかとか見たいけどね。あれ今回マイトガイン？あのね、マイトガインが前回から、なんとか出るようになったから、今後、ファイバードとか、いけるかな。エクスカイザーとかも。そこの枠いけるようになったら、またものすごい、めちゃめちゃ広がる。ただ問題があってね。どれか違いがあまりわからないんですよ。確かに。勇者シリーズの主人公機がどうかく、サブにいる奴らがちょいちょいなんか似てんなって思ってるから。確かにな。俺わかんないもん。この電車の形のやつはどれのやつだろうとかさ。なんか今、雷神王の小説やってるの知ってます？そうなんだ。続編小説みたいなやってて。続編でない。あ、おそ松さん的なあれだ。みんなサラリーマンになって。いやー、違うかな。ただ、枠としては近い。大人になってからじゃないの？もっと予想外ですよ。俺、これ実はまだ読んでなくて、人から聞いた話なんですけど、雷神王のメインキャラクターのうち一人が、実は未来から精神だけタイムリープしてて、子供の体に大人の精神。テレビシリーズの根幹に関わってくるんじゃないですか？そうです、そうです。そうなんですよ。それを、その小説を読んで、テレビ見直すと、意味深になってくるよね。なってくると思うんすけど、高校生か中学生くらいですかね、の時期になんかタイムリープしてて、精神だけ。で、そのメインキャラクターの一人が実は中身大人、ちょっと大人びてて。ちょっと大人だ。そう。そうだったんだ、みたいな話を今やってるらしいんですけど、正直予想つかないですよね。そうね。雷神王未だにそんな新しい展開をやろうとしてんだ。まあ、なんかほら、ガオガイガー VS ベターマンとかもやってますし、結構そのあたりのコンテンツ。熱いんだな。ただまあ、更新頻度はそんなに、長くもないみたいな。わかるよ。その世代がね、好きな奴らはやっぱり、
金持ってっから、今。確かに。うん。金払っちゃうのよ、俺が。確かに。何ですか、それ。いや、作家が、これが参戦作品だよって見せてきたけど、もう見なくても俺出てねえから。やっぱ改めてチェックしても出てない。改めてチェックしても出てないよ。残念だな、せっかく渡ると共演できるチャンスだったのに。本当だよね。次ぐらい期待したいですね。うん、そうですね。渡る1が行ったんで、2とかね、出てくると思うんで。渡るのキャラだと誰と会話したいですか？ああ、そうね。ワリワリブラザーズ。わかる？いや、わかりますけど。わかんの？ワリワリブラザーズ知ってる？うん、俺一応渡る見たことあるんですよ。ただ全部じゃないんですけどね。歌える？ワリワリブラザーズの歌。歌えないです、歌えないです。覚えてないです、もう。え？生さん歌えるんですか、今。どんな感じですか、ちょっと。ワッシュワリワリ、ワッシュワリワリ、ワッシュワリワリ、デュワー。思い出した。いたでしょ？ありました、ありました。そんなフレーズありましたね。島田敏さんが片方やつ。はい。そこなのか。魚を半分に、はいはい、何でも半分こにしないと気が済まないやつらでね。すげえ多い。魚を半分にしてくれって言ったら、うん、部下が、うん、頭側と尻尾側で半分にしたら、これは半分じゃないって喧嘩を始める。